てのニュースです。本日夕方ごろ、北倉市内の路上。これって近くじゃない？あ、本当だね。あんたも気をつけなさいよ。関係者によりますと、事件に巻き込まれた市内の学校に通う高校生、山内さくらさん17歳は、刃物で胸部を刺された状態で路上に倒れているところは。死ぬよ。